このまま何が買いますか。同じので同じやつで大丈夫ですか。はい、ソースこちらでデミグラスで。はい、しかもおいしそう。なんかお茶碗に顔乗ってるみたいな。いただきます。普通に食べるから一旦何もつけたら確かに何だろう。でもさ、これ卵さ、そう、なんかどのタイミングで食ってんの。ご飯なくなっちゃう、うん、あ、やばい、肉汁やばい、やばいよね、うん、いただきます。やばっ、すごい、うますぎ。なんかさっきさ、入学生の入学式の人って、あーマジ、スリーバー、今日あるんだ、生活じゃないの。それのそれもなんかさ、入学式にさもらうバッグみたいなのあるじゃん、あれ持ってて、マジか、大丈夫、大丈夫、確かに、いやでもスーツ着て帰るんだよ、じゃあ入学式だよね、戻りさ、いやそれはもう戻れないよ、あの初々しさはもうない、これだ。綺麗なんだけど、すごい、え、どこですか。これは青学の新図書館、えぐい、入学しました。行きたよ。じゃあ、いいと思う。余裕ないし。歩きました。そう。どうしようかな。抹茶ラテのホットを店内で。はい。抹茶ラテめっちゃ抹茶なんだけど、めっちゃ濃いやつ、うん、え、甘くもないやつ、甘いよ、甘い、甘くない、甘くない系のやつ、またえ、なんかあるよね、こういうカフェだとさ、うん、マジでただの抹茶のやつ、どんな味、めっちゃ桜餅のやつ液体にしたとか履修登録終わって、なんか鬼履修組んじゃって、結局忙しいよね。そう、癒やされに桜見に来たけど人多すぎる問題、マジでやばい、逆に癒やされない逆に癒やされない、全然癒やされない、やばい、今日は満開時期なんじゃない、天才的タイミングやばい、超満開、やばいね、こんなにすごいんだね、
でもまあ綺麗綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ満開。うん、もう全然チュロスとか食べる気にはなれないけど。本当に。お腹いっぱい。本当にお腹いっぱい。いっぱいお店もあるけど。ね。移動してください。走れるのか。バイバイ。バイバイ。頑張ろうな。頑張ろうね。バイバイ。ただいまー。